古見駅は愛知県知多市市むしる森下にある名鉄と小線の鉄道駅。駅番号は TA13。6両編成対応の相対式2面2線ホームの地上駅で無人駅。駅集中管理システムが導入されている。かつては下りホームは4両分の長さしかなかったため、6両編成の場合はドアカットを実施していた。 また、はみ出した車両が、校内踏切及び駅北側の踏切を塞いでしまうため、列車到着後は、改札から下りホームへ行くことができなかった。2019年2月26日の下市議会定例会で行われた、宮島敏夫市長の施政方針演説において、名鉄がホーム延伸事業に着手することが明らかになり、3月7日の同定例会では、 下りホームを6両編成分に延長するものであることが明らかになった。2019年8月に共用が開始され、ドアカットは解消された。かつては、常波よりに渡り線があったが、現在は撤去されている。また、過去には、古見始発列車が2000年代前半まで、古見終着列車が少なくとも1962年改正ダイヤまでは設定されていた。 下の統計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。古見6時38分発の普通電車、731G 列車が、名鉄電車時刻表ボリューム18にて確認できる。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。 ISBN 978から47億7701万 3364SF カードシステムトランパス導入路線図名古屋鉄道2004年12月24日清水武氏名古屋鉄道各駅停車用泉車、2016年126ページ ISBN 978から4から800308009 下市会議録検索システム平成31年3月、定例会2月26日から01号、会議録表示。web.archive.org、2020年7月7日、閲覧。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、宮秋俊三原田勝正、東京、横浜、千葉、 名古屋の私鉄小学館、1993年。ISBN 978から40億9395万4112、P224、川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋東部編創始者、2002年。 ISBN 978から47億9421万 1408P149HTTP コロンスラッシュスラッシュ MINMIN.ZERO-CIT は i.com スラッシュ IMG スラッシュ W-TOKONAME-03.JPG 電気車研究会鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月 人事増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 下の統計地達、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。